JRA 所属の藤田七子騎手27-2通信機器の不正使用の疑いがあることが「週刊文春」の取材で分かった写真思わず涙をこぼす藤田七子通常騎手はレース前になるとスマホなどの通信端末を当局に預け外部との通信を遮断することが義務付けられている八百長のような不正を防止するためであり 当然この規則を破るとペナルティが課される。過去には機場停止の処分も、これまでもルールを破り処分を受けた機種はたくさんいます。10月7日にも東京競馬場内の調整ルームに通信機器を持ち込み、使用したとして2人の機種が機場停止の処分を受けています。スポーツ指揮者。藤田にも同様の疑いが持ち上がっている。週刊文春。 は彼女が外部と交わしたラインの履歴など複数の通信データを入手。そこにはやり取りの日時も記録されており、藤田が調整ルームにいる時間帯に外部とメッセージのやり取りや通話をしていたことを確認している。藤田は疑惑を強く否定したが、藤田に認識を聞いた通信機器の使用に関するルールはご存知ですねはい、違反していませんかはい、ない、ありません。 藤田は疑惑を強く否定したが、週刊文春が藤田とやり取りを交わした相手にも聞くと、返答は意外なもので、10月9日、水曜日12時配信の週刊文春電子版および10日、木曜日発売の週刊文春では、藤田の不正疑惑の詳細、通信相手が取材に答えた内容などを商法している。